皆さんこんにちは。東方ハウスオーナーの羽根ゆりです。今回私がご紹介するのは七里ヶ浜海岸徒歩3分七里ヶ浜駅徒歩1分の場所にある中古マンションです。では早速中をご案内します。間取りは 3LDK プラス S となっております。お部屋が2つとウォークインクローゼットがついています。そして納戸があったり和室があったりしてリビングですね。とこちらが LDK が約 17.6 畳ですね。キッチンとリビング、そして和室があります。この和室を開放すると約23畳以上の大空間になる作りになっています。あとはですね、おすすめポイントとしてはこのキッチンをご紹介します。どうぞ見てください。すごく収納が多いので、特に食器棚とかを持ってきていただく必要は全くないかなという感じです。壁一面に釣り戸棚と台がついている形です。そしてそのまま進むと今度は脱衣所とお風呂があります。お風呂からは自分のお部屋のテラスが見ることができて、さらにここのドアを開けると外のテラスにつながっているという作りになっています。この広いテラスがとっても魅力的です。見てください、今結構走り回れちゃうぐらいすごく広いです。2階のお部屋のバルコニーがここに出ているので、雨の日でも窓を開けてもお部屋の中に雨が入ることはないかなという形で空気を入れ替えができるかなと思います。こちらの鎌倉七里ヶ浜パークホームズのすごくおすすめポイントとしては、ペットと一緒に暮らせるマンションというところですね。海がすごく近いので、ぜひペットと一緒に海にお散歩に行く、そんな生活を送っていただければなと思います。あと1階のお部屋限定なんですけれども、マンションでアルソックに入っているので防犯の面でも安心して暮らしていただけるかと思います。この物件のお問い合わせは私羽根ゆりまで。お問い合わせお待ちしてます。